西日本放送高松ラジオ送信所は、香川県高松市北町にある RNC 西日本放送の中波放送送信所である。この送信所単独の放送区域は、高松都市圏を中心に東は、三本松西は、丸亀平野の全域に及ぶ。ただし、それ以外の地域でも RNC ラジオはここを親局に、して1955年2月28日に、 関論寺、1980年7月12日に、丸亀、1993年3月25日に、白鳥に中継局を設置して、同一周波数 1449kHz で放送しているため、1449kHz は、香川県内のほぼ全域で良好に聴取できる。また、瀬戸内海のほぼ中部に位置していることから、他府県へのスピルオーバー派が、 比較的良好に聴取できる。県外での課長範囲は、愛媛県東予地方の沿岸部全域、徳島県徳島平野周辺、広島県福山市、小道周辺、岡山県南部一帯、兵庫県南部、和歌山県和歌山市周辺、大阪府大阪平野のほぼ全域に及ぶ。そのうち比較的電波の強い地域は、対岸岡山県の岡山平野のほぼ全域や、そこから、 兵庫県明石島での沿岸部、淡路島の西海岸全域に及ぶ。もともとこの土地は1571年に全員予報院によって再興された神福寺という寺院があった。この寺院自体は1868年の神仏分離令によって廃寺となっていたが歴代住職の墓は残っていた。ために、この送信所建設の際、墓は北朝麻本村の旧約指導。 新福寺別宅に移された。1953年7月29日、四国新聞社や香川県内の商工会議所などの出資で、現在の西日本放送の前身となるラジオ、四国設立、演奏所と送信所などの本社機能はここに置かれ、本社分室は高松市天神前60番地1の四国新聞社内に置かれることになる。 そして同年8月26日には送信書の建設工事が着工し、9月18日にはラジオ予備免許が交付。その間に工事は進行し、同月25日に送信書は竣工、この日から試験電波が発射された。9月29日に本免許が交付された後、10月1日ラジオ本放送を開始する。開局時のコールサインも変わらず、ョカフ。 周波数は 1060kc、出力100ワットで、開局アナウンスは木村光雄元アナウンサーであった。同年12月25日に社名をラジオ香川に変更。3年後の1956年10月1日には、社名を西日本放送に再変更し、同時に送信書の出力を1キロワットに増力。そして1959年10月1日、 前年に開始した西日本放送のテレビジョン放送に合わせて建設されていた西日本放送新本社が高松市丸の内に完成。それと同時に演奏所は新本社に移転し、ここには送信所の機能だけが残った。同年11月26日にはラジオ出力が3キロワットに増力され、12月には設備の自動化による施設の無人化が行われた。その後、 翌年の1960年にかけて電源室の増設や出力 10kW に対応した送信機の設置など送信所全体の改造が行われたが同年10月に行われた出力の増力では 5kW への増力に止まった。1978年11月23日には周波数が 1450kHz から 1449kHz に変更されている。 敷地面積9930平方メートル、局舎面積は662平方メートルで、アンテナは高さ67メートルの頂きかむりづ玄関鉄柱である。同じ高松市内にある NHK 松縄ラジオ放送所と違い、視線がすべて敷地内に収まっている。場所は高松式田町の旧空港通り沿いの住宅密集地に位置しており、その敷地内には、 テニスコートがあるが、2009年現在使用された形跡はなく荒れ果てている。ありがとうございます。